こんにちは、滝です。今日は進撃の巨人123話でミカサに声が聞こえた理由というのを考察していこうと思います。アッカーマンと東洋人の子であるミカサにエデンの声が聞こえた理由は何なのか、非常に複雑な話なので一回整理してみようかなというふうに思います。でもちろんですね、進撃の巨人123話単行本31巻収録の123話までのネタバレがありますのでご注意ください。まず最初、123話で全てのユミルの民へ継ぐという感じで、エレンが始祖の力を手にしてミカサやアルミンたちに語りかける、そんなシーンがありましたね。で、この時に気になったのがミカサにも聞こえていたことということは、ミカサはユミルの民ということが確定しましたね。ミカサってアッカーマンと東洋人の一族の子供なのでユミルの民ではないというふうに私は思っていたんですけれども、どうやら違うようです。その理由をちょっと一回整理して考察してみようと思います。で、あり得るパターンとしては3つかなというふうに思います。1つ目がですね、アッカーマン一族はユミルの民であった。で、二つ目はミカサの先祖にユミルの民がいた。で、三つ目はミカサの両親が実はユミルの民である。という三つかなというふうに。で、一番と二番について深く考察していきます。で、三つ目に関しては、ミカサの両親が、その、アッカーマンと東洋人の父と母がいたんですけれども、彼らじゃない親からミカサが生まれていたパターンがあり得るかなって想像したんですけれども、作品内での描写的にそれはおそらくないかなと思って、この説についてはちょっと検討しないでおきます。で、まず最初ですね、アッカーマン一族がユミルの民であるという説に関しては、進撃の巨人の中でエレンが語っている発言が根拠になります。で、結局のところ、マーレの学者も未だに巨人のことはほとんど分かっていねえが、エルディア帝国がその長い歴史の中でユミルの民をいじくり回した結果、偶然できたのが、人の姿のまま一部巨人の力を引き出せるアッカーマン一族だ。つまりユミルの民をいじくり回してできたのがアッカーマン一族だというふうにエレンは語っていますね。で、この場合というのは、ミカサの中にアッカーマンの血があって、そのアッカーマンの血というのがユミルの民の血であるというような話ですね。ユミルの民というのはアッカーマンとそれ以外がいるんですけれども、そのアッカーマンと非ユミルの民である東洋人との子供がミカサである、そんな風な描写になっていると思います。進撃の巨人の中でケニー・アッカーマンの祖父がこんなセリフを言っています。我々アッカーマン家を含む少数派の血族は記憶に王の影響を受けていない。で、その少数派の血族というのが東洋の一族とアッカーマン家だ、こんな風に語っています。で、この発言を聞く限り、その先ほどのエレンの発言と矛盾するんじゃないかというふうにちょっと思ったんですけれども、必ずしもそうとは限らないかなというふうに思います。そもそもですね、その、彼の言ったその記憶の改ざんを受けないということに関して、本当か嘘かということに関しては、また別のシーンですね、ケニー・アッカーマンに対して、王が記憶の改ざんをしている過去の回想があるんですけれども、その中で記憶の回想が効いていない、そんな描写がありました。具体的にはならば力を使ってこの資格に喋らせろと言って、それが叶わないなら察するに彼はアッカーマンの末裔というふうに言っているんですね。ということで、アッカーマン家に対して記憶の改ざんとか、なんか喋らせるようなことはできていないのかなと。もちろん王がケニーに対して記憶の改ざんをするふりをして、実はそもそもできなかったみたいな、そういう可能性もあるんですけれども、そこは一旦考えないでいいかなというふうに思います。アッカーマン家が記憶の改ざんを受け入れない理由が、もしもユミルの民じゃなかったらという立場でちょっと考えています。先ほどですね、エレンの説に立つとユミルの民の中にアッカーマンが含まれていたんですけれども、もしもユミルの民じゃない民族の中にアッカーマンが含まれていたとしたらどうなるか。この場合はミカサにその始祖の巨人の声が届いていたということで、ミカサに必ずユミルの血が混ざっているはずなんですね。その場合はミカサの父と母はアッカーマンと東洋人だけれども、さらにその先祖に関してはユミルの民である、そんな可能性があるかなと。正直ここは確かめようがないんですけれども、ミカサの父がそのアッカーマンと誰かユミルの民の子供なのか、あるいはミカサの母が東洋人と誰かの子供なのか、そんな可能性も多少あり得るかなと。そうなると、ミカサというのは、純血のユミルの民でもないし、アッカーマンでも東洋人でもなくて、いろんな血が混ざった人物ということになります。あるいは先ほどですね、ケニー・アッカーマンに記憶の解散が効いていなかったことを見るに、アッカーマンというのは単純にユミルの民ではない。しかし、東洋人というのは、もともとユミルの民ではなかったけれども、どこかのタイミングでユミルの民と、交わって、ユミルの民の血を引いていた。つまりミカサの母より以前ですね、ミカサの祖父母とか、そのミカサの先祖っていうのがユミルの民の血を守っていて、それがミカサに実は隠れて引き継がれていった。そんな展開もあるかなというふうに思います。整理しようと思ったんですけれども、正直言ってめちゃくちゃ複雑で、エレンが本当を言ってるか嘘言ってるかまずわかんないですね。しかし、アッカーマンに記憶の改ざんが効かないのはどうやら、
本当っぽいですね。ケニーのその描写を見る限り本当っぽいです。で、まあ私がこれちょっと勝手に思い込んでいたんですけれども、アッカーマンとか東洋人がユミリの血を引いていないというような明言はされていなかったですね。そのケニーのじいちゃんの発言で勝手にアッカーマンとか東洋人っていうのはユミリの血を引いてないと思い込んでいたんですけれども、まあそういうふうな明確な描写というのはなかったかなというふうに思います。まあもし何か他に情報があったら教えていただきたいです。コメントで教えていただきたいです。で、まあ、最初に言った通り、やっぱりアッカーマン一族はユミルの民であるか、ミカサの先祖にユミルの民がいたか、このどちらかしかないかなというふうに思います。で、アッカーマン一族がユミルの民である場合は、もう一回整理をすると、アッカーマン一族は記憶改ざんが効かない特別なユミルの民である。で、子孫ができることというのは、まあ、道に連れてきたり、子孫の放送を、まあ、脳に流す。これまではできます。しかし、思想はできないことがあって、記憶改ざんはできないです。で、他にも何かあるんじゃないかなと。例えば、その、ケニーに喋らせようとしたけれども、喋らせられなかったみたいな感じで、まあ、思想ができないことっていう制限があるんじゃないかなという感じがします。で、この場合は、まあ、ユミルの民の一員としてアッカーマンがいて、そのアッカーマンの子供であるミカサは、まあ、東洋人との子供でもあるんですけれども、ユミルの民なので、まあ、エレンの子孫の声というのが聞こえた。そんな風な、話になるかなと思います。で、説の二つ目ですね。ミカサの先祖にユミルの民がいた場合、この場合というのは、まあ、エレンが嘘をついている可能性があるという感じです。アッカーマンは実はユミルの民ではなかった。で、エレンは、まあ、ミカサに対して、あの場で、まあ、お前のこと嫌いだっていうふうに嘘を、あれはおそらく嘘だと思うんですけれども、嘘をついていたので、その延長線上で、アッカーマンに関する情報も嘘をついていたというような可能性もあります。で、この展開の場合は、ミカサの祖先にユミルの血が混ざった人がいる。そんな展開になります。で、アッカーマンとか東洋の一族に記憶改ざんは効かない。で、アッカーマンに記憶改ざんが効かないというのは本当です。しかし、東洋の一族に記憶改ざんが効かないというような描写は今までなかったので、これはちょっと本当かはわかんないんですけれども、で、この場合は東洋の一族でユミルの血と混ざっている人がいるというような、まあ、可能性が高いかなと。まあ、アッカーマン側にユミルの血が混ざっているというよりも、東洋の側でユミルの血が混ざっている。そんな可能性が高いかなというふうに思います。で、このミカサの先祖にユミルの民がいた。特に東洋系の血の方でユミルの民と混ざっていた。その場合だと、ちょっと面白い考察ができるかなというふうに思っていて、まあ、清見がいるじゃないですか。この清見っていうのは実は、そのアズマビト家がユミルの民の血を引くと知っていたんじゃないかなと。それゆえパラディ島に協力する、まあ、資源の話とかもあるんですけれども、隠れた理由として実は自分たちがユミルの民だからというのがあるんじゃないかなと。で、今回の123話でですね、清見の発言で、まあ、世界の国々でユミルの民の血を取り込むことが好機である証とされていましたというような発言があります。これって実はそのアズマビト家とかも含まれるんじゃないかなというふうなちょっとした考察です。まあそれゆえに、無論私どもアズマビト家は和平への協力を惜しみませんみたいな、まあパラディ島側につきますよというふうな、まあこれはつまりパラディ島につくというよりも、ユミルの民を救う、ユミルの民の世界的な立場を救いたいと思っている側だというふうな話になるんじゃないかなというふうに思います。まあ正直この展開だったらすごい面白いですよね。その、アズマビト家含めて実は世界中にユミルの民の血を引く人がいっぱいいて、それが今後の結末に影響してくる、そんな展開もあり得るんじゃないかなと思います。まあ、ただ、私の個人的な見解としては、まあ、エレンの発言とか、ケニーのじいちゃん、ケニー G っていうと、まあ、ジョジョみたいですけど、ケニー G の発言っていうのは本当かなというふうに思います。で、実際ケニーに記憶改ざんは聞いていないです。で、エレンはアッカーマンの嘘情報は伝えていないかなと。アッカーマン、であるミカサ、お前が嫌いだというのは、まあ嘘だとは思うんですけれども、アッカーマンに関する情報、それ自体を、まあ嘘をつく必然性というのはあまりないのかなというふうに思うので、まあ個人的にはエレンはそこでアッカーマンに関する嘘情報は伝えていないんじゃないかなと思います。で、結論としてはアッカーマン一族っていうのは、まあ結局ユミルの民の一員でした。しかし特殊なユミルの民で記憶の改ざんも効かないし、道を通して力を得てめちゃくちゃ強いみたいな、そういう特別な民族だった。そんな展開になるんじゃないかなという気がしています。で、私が今後気になる点としては、エレンを、まあ、ユミルの民たちは攻撃できないんじゃないかなという点です。で、というのはエレンは、まあ、記憶を改ざんすることもできるし、さらには、ユミルの民たちに道に連れてきたりだとか、ユミルの民たちの脳に直接語りかける、そんなことができるわけですよね。まあ、その原理でいくと、エレンが本当にパラディ島以外を滅ぼそうとするのであれば、
エレンを止めようとするユミルの民たちを止めること、行動させないことっていうのはまあ容易にできるかなと。もちろんそのエレンは敵じゃないっていう風に洗脳すれば一発ですし、まあ、ということでまあエレンを誰も攻撃できなくなるんじゃないかなと。そうなると誰がエレンに反撃できるのかというところが気になりますね。でマガト、彼はまあユミルの民じゃないので戦えるかなと。ただ彼単体ではまあなかなか厳しい状況かなと思います。でここでポイントになるのがミカサかなというふうに思います。先ほどまでの話でミカサというのはユミルの民だけれどもアッカーマン一族で特別な一族だというような、まあ、私なりの結論なんですけれども、その場合は、まあ、記憶の改ざんも効かないしエレンからの命令というのを跳ねのけられるミカサの自由意志でエレンに対して自分の行動ができるんじゃないかなと。でその場合はミカサというのがエレンを討伐するそんなエンドももしかしたらありえるんじゃないかなという気がしています。でもしかしたらリヴァイもアッカーマンなのでエレンと戦えるかなと。ミカサ・リヴァイというのが、まあ、唯一エレンと戦える人物になるんじゃないかなという可能性もあります。以上で今回の話は終わりです。ちょっと進撃の巨人の今後の展開が気になりすぎるのでもっといろいろ考察をしてどんどん動画を出していこうと思います。まあ、もしよかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた。